フィンランドの国章とは、現在のフィンランドの国章を指すが、抗議にはその前身にあたる国家の国章をも含めた総称である。歴史ある、グスタフ一世の紋章をあしらったものが代表的な衣装と言える。右に画像で示したのが、現在の国章であるが、これも、グスタフ一世の紋章の流れを組む、ライオン像を核としてデザインされている。 赤一式のフィールドに描かれている、この金のライオンランパンとは、体感していること、右前肢だけが防具を装着して、剣を振りかざした人の腕に置き換わっていること、両足で刀を踏みつけていること、以上三つの伝統的造形を特徴としている。加えて、フィールドに散りばめられた旧平野銀のバラの花も、ライオン像と同じ歴史を誇る一生である。 現在の国章が公式に制定されたのは、比較的最近の1978年であるが、普段のライオン像は1580年より前に作成されていたことがわかっている。フォルクンガーサの紋章バルデマール王の紋章西王ではライオンが描かれている紋章が多く、いくつかの欧州の国家では国章にライオンが描かれている。北欧諸国では12世紀後半のデンマークの 国章に初めてライオンが描かれた。十二世紀初頭、フィンランドの地は、スウェーデン王国によって、俗州とされた。最初に、スウェーデンでライオンを使った紋章は、スウェーデン王族のエリック十世とエリック十一世の紋章で、それぞれ二頭、三頭のライオンが描かれていた。フォルクンガーサの最初の王である、バルデマール王も、自らの紋章に三頭のライオンを描いた。 三頭のライオンの背後には、たくさんのハートの模様が描かれている。バルデマール公の紋章最初のフィンランド公である、ベネディクト王と二代目のバルデマール公の紋章にも、王冠をかぶり、後ろ足で立ったライオンが描かれている。この紋章は、現在のフィンランド国章とよく似ているが、まだ剣を持っていない。グスタフ一世の墓碑に刻まれた、 自身の紋章グスタフ一世の母妃に刻まれたカレリアの国章フィンランドとカレリアの王であったヨハン三世の時代にライオンは太公の紋章と密接に結びつけられた。太公の紋章はイエータライオンとカレリアの国章を組み合わせたものだと考えられている。この結果、ライオンは一本の腕で剣を掲げ落ちている剣を踏みつけるというデザインになった。 一番よく知られている大公の文章は、ウップサラ大聖堂にある、グスタフ一世の墓標に刻まれたものである。それは、ヨハン三世もしくは彼の異府系のエリック十四世が、考案したと伝えられている。どちらが考案したかは正確には分かっていないが、エリック十四世は、文章学に興味を持っていたことが知られている。この墓標は、フランドルの建築家、彫刻家で、 スウェーデンでも活躍したギオームボイエンによって制作された。彼は1562年にアントワープで仕事に取りかかり、10年後には国王夫妻の彫像が完成したものの、彼の金銭問題が原因で、石棺は1583年までウップサラに運ばれなかった。完成したのは1591年のことである。母妃にはスウェーデン国章と、 フィンランド国章に加え、南北フィンランド、タバスティア、カレリアなど11州の紋章が描かれている。業務ボイエンの仕事はとても素晴らしいものであったが、それは、ライオンがフランスの紋章において特徴的だったということが一因として考えられる。おそらく彼は国王の仕事を受ける前に、ライオンの紋章を多く作成していたと考えられるからである。紋章には、 体感した金のライオンが剣を、右前足で持ち掲げ、後ろ足で、ロシアのサーベルを踏みつけている様が描かれているが、これは、グスタフ一世とヨハン三世がロシアとの戦いに、苦闘していたということを考えれば、特に驚くべきことではない。ライオンの周りには、9個のバラが散りばめられている。これは単なる装飾であると考えられているが、 フィンランドの歴史的な9つの州を表しているという仮説も存在する。ライオンは17世紀に何度もデザインの変更を経験した。カール10世、グスタフの葬儀用の旗には剣を持っている腕以外の3本の足でサーベルを踏んでいた。フィンランドの国章に再びウプサラライオンが使われるようになったのは19世紀後半のことである。フィンランドが 第二次ロシアスウェーデン戦争でロシアに割上された後、エリック・ブレンナーはロシア帝国の中のフィンランドの象徴として新しい国章を作成した。1809年に出された法令で紋章は赤字に銀のバラが散りばめられ、剣を右手で持ち、ロシアのサーベルを左手で掴むという形に変更された。 ここで、ロシアのサーベルを踏みつけているという解釈は消滅した。1857年のロシアの紋章改変時に、フィンランドの国章は再度変更された。主な変更点は、ライオンが犬に似た風貌になったことと、紋章の上に、ワシをあしらった、小さなアーチ型の王冠を乗せたことだった。ロシア皇帝が、フィンランドのロシア化を進めたことで、 このフィンランド国章の使用は増加し、広く国民に知れ渡ることになった。1886年、フィンランドの国立公文書館のカール・ボマンソンはに、国章の外観をウプサラライオンに似たデザインに再構成した。しかし、ライオンがサーベルを踏みつける点では、若干の変更があった。また、ロシア型の王冠は、ドイツのものによく似た王冠に取り替えられた。 この紋章は、フィンランド独立後、数年間使用された。使われることのなかった、国章案1920から30年代に、国章は論争の的になった。それはライオンをクマに変更するかどうかということだった。フィンランドの民族学上、クマは重要なファクターであった。すでに1557年に、北フィンランドの紋章として、クマが使われており、 現在もサタクンタケンの紋章にはクマが描かれている。しかし、フィンランド以外の国々ではクマはロシアのシンボルとして認知されていた。この論争はくすぶり続けたが、その後もライオンの国章は使われ続けた。1936年委員会が妥協案として小さなライオンの国章の下に木の枝を置き、両脇に一頭ずつクマを配置したデザインを提案した。 しかし、このデザインが使われることはなかった。1978年5月26日の法令で、紋章デザインの専門家、オロフエリクソンの手になる、新たな国章が制定され、現在は、これが使用されている。国章に描かれているライオンはマルッカ硬貨や、フィンランドのユーロ硬貨に使用されている。他にも、軍隊、警察など、 様々な組織のシンボルとして使用されている。その際、その組織の特徴を表すために、様々な変更が加えられている。また一方で、フィンランドの地方自治体の紋章は縦型であるが、ライオンは描かれていない。ありがとうございます。